はい、チャンネル登録してくれている人もチャンネル登録がまだな人もメハ新誠チャンネルの誠です。いつもこんな感じのコックコートを着て仙台市太白区富沢のチーズキッチンというお店でピザを伸ばしたりしています。はい、今回の動画ですね、前回の動画からですね、からというか今後も続けるかどうかはちょっとわからないんですけれども、この辺にね、この辺かな、広告を入れてみました。はい、いや、YouTube さんの広告はまだ全然入れられるほど、こうフォロワー数とかのいいねとかグッドボタンとかチャンネル登録者さんとかっていうのはいないんですけれども、まあもしね、広告を YouTube のね広告を見ていてね、下にね広告が出てくる時がよく皆さんあると思うんですけれども、あの広告ってちょうどいいサイズで気にならなくて、それでいて本編も邪魔しないっていう感じで、私すごくちょうどいい広告だなと思ってるんですけれども、あれね、あれ入った時にテロップと重なっちゃったりとかすると、あー残念だな、これだと消さなきゃいけないなーって YouTuber さんにねちゃんとね、きちんと広告収入が入るように消したくないんですけれども、消さなきゃいけなくなっちゃうようにテロップつけてしまっている YouTuber さん結構多かったので、なのでそうならないためにどの辺に入るといいのか、どの辺にテロップを入れればいいのかとかですね、そういうことをですね、ちょっとですね、今のうちから覚えていこうかと思いまして、下の方に広告みたいなものを入れてみました。うちの広告なんですけれども、うちね、ピザを伸ばしてるチーズキッチンというお店と、チーズケーキを持ち帰りするだけのですね、お持ち帰り専用のですね、チーズケーキを販売しているワールドベイクドチーズケーキというお店をですね、1つの場所でやっております。はい、その広告をね、ちょいちょいこう変えながらですね、自分で広告を作って自分で広告を入れるというですね、広告収入全くないというですね状態で、ここら辺に広告入ってますというのをとりあえずね、サンプルとしてね入れてみて、でこんな時はテロップどの辺に入れると、邪魔にならないのかですねとかですね、そういったふうなことをですね、ちょっとこれからですね、その何と言ったらいいのか、こう画面のですね、画面に対するですね、この辺に何を入れたらいいのか、この辺に何を入れたらいいのかという配置をですね、ちょっと覚えていこうかなと思って広告の方を入れていきたいと思います。まあ邪魔にならない程度というかですね、そもそもね消すこともできず、まあ、それでいて私に広告収入が入るわけでもないというですね、本当に、ね、どうでもいいわけじゃないんですけれども、どうにもならないような広告ではあるんですけれども、お付き合いいただければと思います。今後ね、画面のね配置の部分、今 iPhone11 Pro で撮っている動画ですけれども、配置の部分ですね、そこに、合わせて、ここに広告が入る場合はこの辺に、テロップを入れてみようかとか、テロップはこの辺に入れてみようかとかですね、そういったところをですね、これから少しずつですね調整していきたいと思っておりますので、お付き合いいただければと思います。いろいろね YouTube 動画私好きなんで、 YouTube 好きなんで見てるんですけれども、これやってる方ちょっといなかったんですね、見つけられなかったって言った方が正しいのかもしれないですけども、なので、自分でやってみました。はい、もしね参考になるっていうとちょっとわからないですけど、まあ面白かったということであれば、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンを押していただければですね、今後のねそのこのレイアウトですね、レイアウトの方ですね、少しずつ、進化していくところですね、お見せすることができればいいなというふうに思っております。ということで今回の新誠チャンネル、こちらの方で終了となります。私が喋ってるだけの動画になっちゃいましたけれども、何卒チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは別の動画でお会いしましょう。それでは。